北陸、現在は沿岸部を中心に雨やみぞれで降っているところも多いですが、はい、この後雪に変わる可能性ありますでしょうか？そうなんですね、寒気自体は、ね、これからまた強まるということになりそうでして、雨のところも雪に対しては要注意となります、はい。ではまず現状をご覧いただきましょう。皆さんからのご報告見てみますと、現在北陸エリア、少し内陸部入りますと、もう雪としてご報告たくさんいただいております。一方で沿岸部、こちらの方はこの青い色ですね、雨のご報告でしたり、あとあられのご報告、この濃い紫色も複数いただいている状況となります。今日は北陸エリア、冬型気圧配置がこれ継続をする見込みなんですけども、こちらが上空1500メートル付近の温度の予想になります、はい。これ午前9時ですね、だいたい今ぐらいですと、このマイナス9度ライン、北陸ですと、ね、沿岸部平野部はこのマイナス9度ぐらいになってくると、雪に変わってくるということになるんですけども、現在まだ、ね、海上の方にこの線が引かれます、ただしお昼前後からは陸地の方にも大きくかかる見込みでして、今日の18時まで来ますと、沿岸部から東北南部にかけてこのマイナス9度のラインが南下をしてくるということになります。でその結果、今降っている雪というのも、徐々に、今降っている雨というのも、徐々に雪の方に変わっていく見込みなんですけども、特に平野部は、ね、今日の午後、気温が下がる夕方以降は市街地でも雪の可能性があるんですよ。でしかもですね、その結果こちら、これ明日にかけての積雪予想になります。雪がもう今も降っております、この内陸部、この後も雪が継続しまして、多いところ向こう24時間で50センチ以上新たに積もるということが想定されます。また沿岸部もこの白で表現されているところがありますね。こういったところも数センチレベルで、今夜から明日の朝にかけて特に積もりやすくなってきます。道路の凍結や足元などね、十分お気をつけいただきたいと思います。はい、降水状況の変化、そしてその雪に変わることによる路面状況の変化などを注意してお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。